というわけで、はい、どうも秘密結社フィルム総集ハッチです。サックスです。というわけで、さっきの話の続きでディープインパクト最終3区何億円問題ですよ。俺でも5億はいかないと。あ、その今言った2頭じゃちょっと、5億持ってる馬主はディープの最後の子に5億を、あの予算は確保できる馬主が3人はいます。3人とも、ただ3人とも5億前後って可能性があるんですよ。その3人のうち2人は上積みをしてこない可能性があるんですよ。あ、ただしそこにプラスアルファで何人参戦してくるか。そんな体力ある人いんの他に？知らないです。日本の景気もまあコロナですしね。で、そっからの青天井がどんぐらいかなんですけど。笑っちゃうな。でもな、 他の2頭って何なの？そのセレクト出てくる、追い分けファームさんとチャンピオンファームさんの牝馬なんで、あんまり名前も覚えてないんですけど、 その辺はもうちょっとさらにあれなんだ。まあ牝馬ってこともあって、そこはなそれは1億とか そんなもんが相場かなとは思うんですけど、ボバですよやっぱり。それ逆に、外国のトレーニングセールに出るって可能性はないの？そこで買ってさらにですか？そこで買ってさらにっていうか、そっちで買うっていう感じで。ああ、まあ普通に馬主としてちょっと期待値の高い馬を買って、それなりに結果を出したいなって思ったら、ディープインパクト3区にそこのこの今のタイミングで行くっていうのは握手なのは間違いはないです。あ、でも実質そこが多分最終でさらにあれになるってことなんだ。そうですね、外国でそういうふうに買われ、外国で種付けして持ってった馬っていうのは基本的にもう予託で、ディープインパクトをつけるために繁殖牝馬を日本に送り込んだってタイプの。フサローさんとかいたらすごい値段で、ちょっとこっちも応援してやりたくなるけど。フサローは今メンツだったら頼むから、みんなハズレを引いてくれって感じしか。そうですね、フサローは確かに6億ぐらい、4億9000万でしたっけ、エアグルーヴの子に、差し押さえられましたけど。応援したいけどね。フサロー復活して、後輪とかだったらあれですけど、前でも、なんかね、高速で事故があった時に、高速での事故の例として、関口フサローがフェラーリ漏らした話が出てきて、でその時にその記事の中で、車雑誌かなんかの記事の中で、不採地赤道しか、関口ふさどしていうふうに書いてあったんで、岐阜で元気にしてるって出たのがその年の頭に藤田真嗣が話してて、で5月に中央道でフェラーリかなんか燃やしたバカがいて、でそれについての記事の中で「関口ふさどし」って出てきたから、おととしだったかな、亡くなったみたいな話が流れてて、ちょうどねその中央道の事故がヴァンフォーレ甲府対水戸ホーリーコホック の水戸で試合がある日で、僕その事故に巻き込まれて遅刻しかけたんですよ。サッカーに遅刻ってこと？はい、サッカーに、はい。ああ、そうなんだ、はい、中央道であったの、はい、だったんで印象深く覚えてるんですけど。そうなんだね。ああ、でも他に、まあそうですね、他誰かさらにドンで、そうだね、誰かい、誰だろうな。でも思い浮かばないけどね、もうそんな。そうですね、他に誰かこう、近藤さんとかもあれだよね、アドマイヤももうお亡くなりになりましたからね。過去5億円級出してきてるっていうと、そういう人でしょ、はい、そうですね、 4億9とかってなってくると、アドマイヤビルゴとか、ザレストノーウェアとか、あの辺は最後の大暴れでしたけど。そうだよね、他でもそういう人いると楽しい、盛り上がるよね。そうですね、まあこれがねリーチとかだったりするとあれですけど、これで空気読まない大塚とかが6億出してきたらどうします？全力でこう応援できないからいいんじゃない？全力で逆に拍手でしょ、どうせ走らないと思ってるから。本当だよね。どうせ走らねえから大塚に10億ぐらい払ってみそぎしてもらえますか？どうなんだろうね、大塚出さねえから、さすがにそんだけ持ってないんじゃないの。いやでもだいぶ JRA の関係者からこう詐欺ったでしょ今回。まあそうだよね、どれぐらいああいうの取るの、相場でいうと1割ぐらい持ってくの、2割からそんなもんだと思うんですけど、スリープ東証の2020大塚良一みそぎの10億ってどうです？誰に対するみそぎだよ。わかんないっす。
も剥奪してほしいけどね。まあ本正味なところね、みそぎの中国やって完全にダバだったりしても大笑いしておしまいなんですけど。まあでもああそうか、じゃあそれじゃあ それでも5億が関の山じゃない？5億台は持ってる馬主が3人いるんじゃないかっていうふうに目は見ているんで、5億の台は超えてくると思います。いや俺思うけど、さっき言った藤田進は10億も出せれると思うよ、はい、いや結局アンダービッターがいないと10億出せれても、あとだからそこでしょ、そこが過去のラインが5億円ぐらいでしょ、はい、5億です。だから5億円ぐらいはいるってことだよね、ひょっとすると。アンダービッター勢は 5億前後はいけるのは。国本さんって何やってんの本業？国本さん、あ僕も存じ上げてないです。すごいね、はい、ディープインパクト最終3区最終世代に10億用意してるそうで。へえ。前回と同じ構図でも5億税込み5億までは競り上がるんじゃないかと。なんかキャラ変えてきたって感じだよね。そんなキャラじゃなかった風に覚えてるけどね、え、うん、湘南カンプ3区を、千葉トレーニングセールで5000万ぐらい出してましたよ、うん、まあそうか、経済的には全然余裕な人なんだ、ね、POG 指名しましたけど、湘南カンプ3区の、うん、ヒシアマゾンのひ孫千葉トレーニングセールで5000万ぐらい出しました。あでもそれもやっぱアンダービッターがいたってことでしょ。そうです、うん、だから湘南カンプの子で活躍させたいっていうのもまだ持っててくださってて、うん、かつディープの最後の子は俺が取るみたいな感じで10億用意したって言ってるんで、今年何億積んでくるか、うん、今年の7月だっけセレクトって、はい、11とか12とかその辺だったはずです。もうじゃあ2週間後ぐらいやん、はい、もうだから上場バリストも出てて、そういうヒップナンバーっていうか。なるほどね、そうか。今年はあれだよ、なんだっけ、俺この間さっきも言ったけどネット競馬のプレミア年払いしたから、はいはい、生で見れるわでそうなってくるともうセレクトセール最初と一歳セールの最初と最後何本いくかですね。1番と248番かな。なんか単純にこうミーハー気分で、はい、新記録は出してほしいけどね。まあ6億ぐらいいくでしょう。いや俺でもちょっとでも競馬知ってるとその決闘に6億は出せねえよっていう。出せないですよ、うん、出せないですよ感じするけどね、はい、ただディープ最後の子ってだけでどんぐらい盛り上がるかっていうだけの話。どうなの過去なんか。でもさ、よく牝馬に使う言葉じゃん、はい、なんとか最後の子って、はい、あんま種牡馬で言わないよね。そうですね、僕も最終世代はよく指名するんですけど、うん、ノーザンテイストと、うん、メジロマックイーンと、うん、あとはここでこっちの POG で最後の子指名してますけど、うん、じゃあ当然その4分の1でディープも行くつもりで行かないですよ。行かないの、はい。そんなスイープ投手の子なんか今さらどんな結果出すわけがないじゃないですか。言っちゃなんだけど俺 2,3 年前のスイープ投手の子言ってるけどね。いや今さらですよ、さすがに。このあれでも未出走だった気がする、はい、ですよねもうお決まりの、もうお決まりの未出走だった気がする。今度はいいって言って取ったんだけど、はいはい、でもスイープ投手と、あそうです、スイープ投手が乗って、はい、あれだったんだよ、父がオルフェだったんだよ、はいはいはい、で池添が乗ってっていうロマンに乗っかったら、ね、池添を振り落としてぶっ殺すっていう競技としては世界最高の良血ですからね。でもダメだった、出てくれなかった。そうだな、うん、どうせほども結果出ないだろうけど、うちの POG 面で言うと俺と上ちゃんが可能性高いってことだよね。そうですね、まあ上ちゃんさんなんかあれですよ、あれサンデー最後の子も取ってるじゃないですか。嫌い、まんざら嫌いじゃない、はい、まあ、僕も抽選で落として、じゃあサンデーの子いらないって言って、あプサイチリシャールから行って買ったんですけど、その当時。そう、サンデーでもディープだから、ノーザンテイスト最後の子とか、メジロマックイン最後の子とか、今年後輩と別口でやってる POG で、うん、
TM オペラを最後の子も取りました。あ、TM オペラ王には何の思い入れもないわ一応ね、ファンだったのはトップロードなんですけど、うん、ドストライク世代ではあるんで、あ、ちょうど世代、はい、世代です。やっぱ競馬どの世代が最強だと思うって言われた時に、大体自分が一番初めて最初に盛り上がった世代を言うんですよ、みんな。オグリキャップもそう。ただ俺オグリキャップ世代だけど、はい、オグリキャップが最高とは思う。だって完全にタマモクロスに負けてたもん。タマモクロスの方が上で完全に負けてた。だからまあ世代が年が1個違うからあれだけど、だから例えばですよ、タマモクオグリキャップの名前出すのってそういう人らですよねっていう話で、うん、ああなるほどね。やばい、バッテリー、バッテリーっていうか、これここ置いといたら熱の関係だと20秒で切れます。ああ、じゃあこれぐらいまた続きは、まあ、そんなわけでまた来月でお願いします。以上、ハッチでした。またお疲れ様です。お疲れ様でした。